ロレンツォ・ディ・クレディはイタリアの画家、彫刻家。レオナルド・ダ・ヴィンチに影響を与え、後には反対にダ・ヴィンチから影響を受けた。ロレンツォ・ディ・クレディとも表記される。クレディはフィレンツェに生まれた。アンドレア・デル・ベロッキオの工房で仕事を始め、ベロッキオの死後は工房を引き継いだ。工房にいる間、 クレディは、ピストイア大聖堂のために、マドンナ・ディッピアッツァを作ったが、おそらく何人かの彫刻家と共同で作ったものと思われる。クレディの初期の作品の中には、ウフィッツィ美術館にある、受胎告知、トリノのサバウダ美術館にある、聖母子、ベネツィアのクエリーニスタンパーリアにある、幼子の崇拝がある。もう少し後の時代の作品では、ルーブル美術館の聖者たちと聖母、 ウフィッツイ美術館の幼子の崇拝といったものがある。フィエーゾレではサンドメニコ修道院祭団のフラアンジェリコのパネルの一部を作り直した。ゲッティンゲン美術館のキリスト卓系、イギリス、ケンブリッジの受胎告知、ピストイアの聖者たちと聖母はクレディの演熟期の作品でフラバルトロメオ、ペルディーの 若きラファイロの影響が強い。クレディの描いたカテリーナ・スフォルツァの肖像画の顔と、レオナルド・ダ・ヴィンチの、モナリザの顔の類似を、研究者たちが指摘している。カテリーナ・スフォルツァは、フォルリとイ・モラの漁師夫人で、後に、チェーザレ・レボルジアの不女となった女性である。ラダマ・デイ・ジェルソー・ミニーという名前でも知られる、この肖像画は現在フォルリ美術館にある。 ありがとうございます。